勝てなかったけど、プロレス一人じゃできないし、対戦相手がいて、200、300いて、初めて成立するって。荷物終わった人出ようぜ。終わりました。この悔しさを忘れないです。必ずリベンジしてみせます。ありがとうございました。今日の大会を通して KWF の歴史、今、未来全部見せれたかなって思うんで、まあ、先輩たちが紡いできたこの歴史を胸に刻んで、俺たちは KWF の未来を築いていきます。ちょっと口痛いんで、ありがとうございました。